ヘアメイクの力で新たな美が誕生する瞬間を伝えるビューティーモーメント。全国の産地とともに作り上げる繊細な色使いの素材を洗練されたデイリーウェアに落とし込み人気を呼ぶティート東京。テーマ名はサムウェアというテーマで、ハイテクノロジーが進んでいったりとか IT が進むみたいな中で、もう一度その身近にある音とか光とか、そういう現実世界にあるものの美しさを洋服に落とし込むことで、新しいフューチャリスティックみたいなものを作れるかなっていうのを、そういうようなイメージでやりました。ヘアメイクの指揮を執るのは資生堂ビューティークリエーションセンターのアソシエートトップヘアメイクアップアーティスト、豊田健二。近未来とか都会的な要素と少しこう懐かしさのあるような哀愁漂うような世界観だったので、まあ、メイクアップも色でですね、ちょっとその辺を一緒にこうリンクさせたいなと思って、ピンクと、ネイビーで、もう一つは水色とカーキっていう風に都会的にも見えるような色とすごく落ち着いた雰囲気であるものを組み合わせてやってみました。ヘアはですね、すごくこう旅とかっていうテーマも裏テーマの中に入ってきたりしてたので、キュッとまとめた顕著のかかった世界観と、こうひらひらというすごく儚さみたいなことを組み合わせて作ってきました。テクノロジーに囲まれた社会でリアルな世界の穏やかな理想郷を探す旅を描いたティート東京。テキスタイルのその組み合わせとかにテクノロジー系の素材とオーガニックなものの色合いを混ぜたりとか柄を混ぜたりとか、そういうことをすごいチャレンジしていて、そこから生まれる新しいファッションにおけるフューチャリスティックのヒントになるのかなと思って、今回もそういうようなイメージでやりました。制度さんのチームとかどうやってほしいというのを細かくっていうよりはムードを先に伝えるっていうやり方です。いつも、はい、よくしていただいてありがたいです。モデルや舞台女優として活躍する淡妻衣がコレクションで実際に使われたメイクと服を身にまとって登場。今回訪れたのは創立53年の歴史と実績を誇るバンタンデザイン研究所。ファッション、ヘアメイク、デザイン、映像、写真を中心としたクリエイティブな総合専門校でプロフェッショナルな人材を育成している。特別講義としてヘアメイク学科の生徒を集め、トヨタがティート東京で使ったメイクテクニックを披露した。ここにあるの自由に使っていただいていいので、ぜひやってみてください。さらに資生堂のアイテムを実際に使い、講義で受けたコレクションメイクや学生が自由にメイクを楽しむ授業を行った。トヨタも先生として学生からの質問にアドバイスする。アイラインめちゃめちゃ描きやすくって柔らかくって滑らかですごいってとりあえず先ほどやってみようと思って。ありがとうございます。上手、綺麗にできて楽しいです。描きやすいです。めっちゃなんか質感が柔らかくて描きやすいです。こういう派手な色でやったのは初めてなので楽しかったです。テクニックがすごい。いっぱいコツがありました。これ塗ってみたいな。そうそう、それでこうマルチピットするとか質感つけるとか、こうやってメイクの勉強できて、みんなこういう感じでメイク考えてんだなっていうのが分かって楽しかったです。なんか結構自由な発想ってだんだんプロになってくると割とこうしなくてはいけないとかいろいろ型にはまりがちなので、今のこう自由な単純にこうトライしてみたいなというのをずっと持ってると、すごいいいメイクアップアーティストなのかなと思いました。現場のテクニックを肌で感じた学生たちはメイクの楽しさを一緒に分かち合った。このメイクのテクニックが詰まったハウトゥー動画をはじめスペシャル映像は番組公式 SNS で続々と公開中。続きはぜひ SNS でチェックを。